私がですね、おそらくそのサントリーホールに初めて出た頃、出始めた頃にですね、ズカマンと協奏曲の夕べというのをですね、東京交響楽団の公演だったんですけれども、それで指揮をしたのが、まあ、第1回目、第2回目、そのくらいだったと思うんですね。それでズカマンにベートーベンのね、ヴァイオリン協奏曲の冒頭のドンドンポンポンっていうのだけがね、私のねレッスンのようになってしまってですね、ズカマンがそうじゃないんだと、もっと単純にしてください、単純にドンドンドン、そこにあるようにやってくださいって言われるんですけどね、私がやったらどうしてもねドンドンドンってこう運動性が出ちゃうんですよねっていうような、その大歌と出会ったっていうのがサントリーホールの、私の思い出とすごく結びついていますね。最初の頃はですね、よくそのバランスのことなどでね、演奏家から、あるいは作曲家からいろいろなこう指摘があり、そしてそれと同時に、何百ものオーケストラ、あるいは、何千人の名演奏家がですね、ここで演奏していったということですね。そのことによってですね、ホールというものは実はそういう声を聞きながら育つものなんですね。ですからね、おそらく私が知り始めた頃の響きと、今ある大変、マチュアなね、奥深い温かい、響きというのはこのサントリーホールの一番の特徴じゃないでしょうか。港区の子供さんたちはね、こんな近くにサントリーホールがあってね、とっても幸せだと思ってもらいたいですね。そしてオーケストラを聴く機会というのは、まず普通の場合ですと小学校のそのくらいの学年ではですね、5年生とか 6年生ですか、ですよね、まずないですので、その機会を本当に自分の、想像力のこう源になるようにね、そしてそれをたまたま聞いた場所がサントリーホールだったと後からね、大人になってから思い出せるような、そういう機会になれば素敵だなというふうに思っています。サントリーホール30周年誠におめでとうございます。そして、それをご一緒に、聴衆の皆さんと、分かち合いたいというふうに考えておりますので、またサントリーホールで皆さんと出会うことを心から楽しみにしております。